チャールズ・バートラムはデンマークに在住したイギリスの人物。イギリスの歴史に関する儀書ディスクリプション・オブ・ブリテンを発見したと称した人物でおそらく自ら偽造した人物である。この儀書は古代ローマ族中地域のイギリス及びスコットランドの歴史の研究者に影響を与えた。エドワード・ギボンのローマ帝国水防止やイギリス最初の地理調査を 行ったた。ウィリアム・ロイの地図にも影響を及ぼしたバートラムは24歳の時にこの文書を発見したと称し、その後は学者として成功した生涯を送った。1846年になるまで、この文書が偽書であると認識されなかった。バートラムの文書の副社バートラムの文書の地図ロンドンに生まれた。父親はリモノソメ氏で、イギリス王ョルイーズがデンマーク王大使。 フレゼリクと結婚するのに合わせて1738年か1743年にコッペンハーゲンに移住したとされる。父親は衣類の店を開き、1747年にコッペンハーゲン大学に入学を許可され、デンマークの歴史家で王立司書のハンスグラムの地記を得た。1748年に英語の講義を行い、1749年にデンマークで 最初の英語に関する論文を発表した。バートラムの儀書ディスクリプション・オブ・ブリテンは、ウェストミンスターの修道者、リチャードの作品だとする旅行記である。ディスクリプション・オブ・ブリテンがイギリスで広まるようになった経緯は、1746年に、イギリスの考古学者、ウィリアムス・チュークリーに、グラムから手紙を書くように勧められた。バートラムは躊躇の後、手紙を書き、 1747年6月にスチュークリーはそれを受け取った。何度かの手紙のやり取りの中で、バートラムはこの文書の元は別のイギリス人がイギリスの文書館から盗んだもので、秘密を守ることを条件に複写を許されたものだと主張した。グラムはイギリスでも信頼されていた人物であったので、スチュークリーはこの文書の信憑性を疑わなかった。 グラムの没後、スチュークリーはバートラムによる文書の副写を入手した。コットン文書館の学芸員、キャスリーはこの文書が400年前のものであると発表した。スチュークリーはバートラムにオリジナルの入手を依頼するが、バートラムはそれに応じなかった。歴史家のポステは1732年にコットン文書館に火事があった時に文書が盗まれた、可能性があるとの説を出したりした。 スチュークリーは、バートラムの文書と地図の副写を王立協会のアランデルライブラリーに収めた。スチュークリーはこの文書を何年か研究し、1756年にロンドン考古協会で発表し、1757年に結果を出版した。この文書の信憑性について、本格的な研究がなされたのは1860年代になってからで、 1866年、1867年のウッドウォードの研究や1869年のメイヤーの研究で議所であることが明らかになった。1756年にバートラムはスチュークリーの推薦でロンドン高校協会の会員となった。言語学の分野で働き、尊敬される学者として1765年にコペンハーゲンで没した。 バートラムの著書、編書、翻訳は以下である。ありがとうございます。